イーストサセックスはイングランド南東部の地域。イーストサセックス州とも呼ばれる。ケント、サリー、ウェストサセックスと隣接する。南はイギリス海峡である。12世紀以来、古代のサセックス王国はルイスを州都とする別個の州を有していた。この状態は1865年に議会から正式なものとされ、1888年の 地方政府法に基づき1889年にそれぞれ別個の州評議会を選出した。イーストサセックスにはブライトン、イーストボーン、ヘースティングスという3つの自治都市があった。1974年にイーストサセックスも形式上の州とされ、3つの自治都市もイーストサセックスに含まれることになった。同時に西の境界線が変更され、中サセックスは ウェストサセックスに移された。1997年、ブライトンホブは自治権のある独立行政区になり、結局2000年に主としての権限が保障された。イーストサセックスはローマ人が去った後の5世紀に建国された古代南サクソン族の王国にあった。しかし、この地域にはその前から何千年にもわたって人が住んでいた。古代の遺物は 特に高地で多く出土する。イーストサセックスが海沿いに位置することは、ローマ人やノルマン人などの侵略者が多かったことも示している。以前は漁業、製鉄、羊毛貿易があったが、こうしたものはすべて衰退し、現在では大都市が海辺のリゾート地にあるために観光が主な産業になっている。地質上イーストサセックスは、ウィールド地区の南廃車に含まれている。 北には平行して谷と大根の最高地点がある。サガンと粘土の層はヘースティングスで海に達し、ビーチーヘッドでダウンズに達している。イーストサセックスの起伏は地質に左右されている。海岸地帯ブライトンからイーストボーンにかけて海外沿いに西から東に行くと軽い上り傾斜の白亜質の土壌でアウス川が海に注ぐニューヘブンには裂け目があり、同様に カックミア・ヘブンにもある。背後の崖は、セブンシスターズと呼ばれ、白亜の土壌に切り込む乾燥した渓谷の名残があり、ビーチーヘッドで終わっている。ビーチーヘッドの東に向かって、以前は海だったが、今は砂が堆積した海岸になっている、ペベンシー平野の沼地がある。ウィールドの砂と土が海と出会うベックスヒルで、陸地は再び登り始め、 ヘイスティングスの東の崖が最高地点になる。さらに東に行くと、さらに沼地下が進んだペット平野があり、ロザー川の河口まで続いている。この川の先は、リゾート地になっているケンバーサンズである。内陸部イーストサセックスの南部は、南早急がそびえ、最高地点は、パール灯台である。北部は、ハイウィールドがある。早急とウィールドの間は、 ウィールドの南斜面の前に狭い定地がある。イーストサセックスの最高地点は、ピッチング灯台である。マリリン丘陵でもある。イーストサセックスの主な町は、州都のルイスを例外として、海沿いに集中している。以下では、西から東に列挙する。大きな町と村、イーストサセックスを通る、主要道は、ヘイスティングスに向かう、A21 や、 イーストボーンに向かう A22 などロンドンから放射状に伸びている。旧道の A259 とイーストボーンの北を橋町の交通量を減らす A27 といったワンガン道が2つある。鉄道は道路と同様の形態で主要都市を結んでいる。20世紀に多くの支線が閉鎖されるまでイーストサセックスは鉄道輸送の多いところであった。 現在運行している線は、イーストコーストメインライン、ロンドンヘイスティングス線、アックフィールド支線がある。ケントイーストサセックス遺跡鉄道は、ケントのテンターデムから、ボディアムまで運行されている。イーストサセックスは、下記の通り5つの行政区に分かれている。あとの3区はさらに教区に細分化されている。詳細は、イーストサセックスの教区一覧を参照のこと。ありがとうございます。